岩木隆法は、江戸時代末期の大名、出羽国亀田藩12代藩主、天保15年4月13日、8代藩主、岩木隆信の七、男として生まれる。はじめ外王子真田秀八郎の養子子となっていた。文久元年10十月16十日、兄の11代藩主、隆聖の死去により、末期養子として家督を継いだ。 最後の亀田藩主は厳密には岩木隆明であるが一般的には流頬と認識されている。12月15日、江戸幕府14大将軍、徳川家持におまみし、12月28日に15位した左京大部に除位、任官する。慶応4年4月1日、明治新政府の命令に従って上落し、明治天皇に拝越する。 同年ウルー4月13日、新政府からカメダへ帰国の許可を得る。ウルー4月16日京都を出発5月25日カメダに到着する。母親戦争では、東証空越列藩同盟に参加したが、同年7月、久保田藩の呼びかけで、本城藩、新城藩、矢島藩と共に同盟を脱退し、新政府に組みした。その後、省内軍に敗れた新政府軍が、 本城、亀田を見捨て、秋田まで退却した。このために8月8日、庄内藩の説得に応じて和議を結び、庄内軍と共に再びよく上列藩同盟として、新政府軍と交戦した。しかし9月9日、援軍により勢いを盛り返した新政府軍に敗れ、降伏した。将藩のため、主体的な行動を取ることは不可能であった。明治元年12月7日、 最終的に、新政府の敵となったため、亀田藩は二千国の元宝となり、劉邦は、隠居を命じられた。劉邦は、江戸の母大寺、総泉寺で謹慎した。この時、劉邦にはまだ子がなかったため、大見宮川藩は、ほったけから劉明を養子に迎え、岩木家を相続させることを許可された。明治3年4月4日、亀田藩地藩事になっていた。 竜明の後見人に任命されたが、7月12日に、廃藩置県のため免職された。その後、岩木家の家督は、劉邦の長男、高地、ついで三男高市長が相続したが、明治41年12月に、高市長が隠居したため、劉邦が再び当主についた。それに伴い死者となった。明治44年2月18日、東京で死去した。 去年68、養子の高典が後を継いだ、岩木隆法の写真、ありがとうございます。